ネギフルキッチンエッセンスへようこそ。今日は冬瓜と鶏団子の煮物を作りました。鶏肉の旨味を吸った冬瓜が温かくしても冷やしてもどちらも美味しい煮物です。冬瓜の下処理、冷凍方法もお伝えします。 1. 冬瓜を緑色鮮やかにする塩磨きと下茹での下処理の方法。 2. 冬瓜の上手な冷凍保存のコツ。 3. 鶏団子の旨味をしっかり含ませた煮方と味付け。4. 煮崩れせずに緑色を残す煮物の一工夫。 5. 私も間違えた冬瓜と夕顔の違いと特徴。私の試食の感想と作り方のまとめは一番最後に。今回のレシピは山梨日々新聞に掲載されたものです。このチャンネルは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録をして最後までお楽しみください。基本的に毎週土曜日夜8時公開予定です。材料はこちらです。材料 2,3 人分、冬瓜小1個、可食部 600g、 鶏ももひき肉 200g、 塩小さじ1/4、酒大さじ1/2、生姜のおろし適量、三つ葉適量、煮汁、だし汁 500ml、 塩小さじ1、酒大さじ1/2、水溶き片栗粉。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。Please stop and check the materials. It is also described in the summary column. それでは作ってみましょう。まずは包丁で冬瓜をカットし、綿を取り除く。冬瓜の上下を切り落とします。結構皮が硬いので転がらないようにしっかり押さえてカットしましょう。長いものは長さを半分にカットします。今回は小さめのものだったので縦半分にカットします。さらに縦半分にカットし1/4の大きさにカットします。かぼちゃの綿を取るときと同じようにスプーンで綿と種をくり抜きます。次に皮を剥きます。今回はピーラーを使って皮を剥きました。まずは両側のカーブしている部分を切り取ります。ピーラーだとこの部分が剥きにくいので先に剥いて取り除きます。そしてあとは縦に皮を剥いていくと効率よく皮を剥くことができます。包丁で剥くと皮が硬くて危ないので皮剥き器がおすすめです。薄く剥けるので綺麗なグリーンが残ります。冬瓜はこの綺麗な翡翠色をどうやって残すかが美味しく見えるコツになります。これで1/4剥けました。同じように角を取りながら皮を剥き種を取ります。冬瓜の下処理でここの部分が一番手間がかかりますが慣れてくるとこの大きさで約5分で仕上がります。次に火通りを良くするのとグリーンを残すために隠し包丁を入れます。包丁で切りやすいサイズの幅にカットします。隠し包丁を入れます。このままだとグラグラして安定しないので両サイドの部分を切り落とします。そして皮目の方に細かい隠し包丁を入れていきます。この隠し包丁が火通りを良くしたり後から緑を残すための塩磨きをするときにいい役割をしてくれます。切り込みはこれくらい浅くて大丈夫です。残りの冬瓜も同じように両サイドを切り取ります。そして同じように残りも皮目に隠し包丁を入れます。安定して切れるように下に濡れ布巾を敷くと良いでしょう。次にグリーンをより鮮やかな色にするために皮目の方に粗塩をつけます。隠し包丁が入っている皮目を塩でこすることを塩磨きと言います。磨いたのと磨いてないのを見比べると画像では分かりにくいですがグリーンが色鮮やかになっています。塩をつけて皮目で背中合わせでこすりつけるのも手早くできます。切り取った両端の方も同じように塩磨きします。こちらも煮物に使っても良いし味噌汁などに入れるのもおすすめです。これで冬瓜の下ごしらえの準備ができました。しばらくこのまま置いておきます。生姜をすりおろし肉団子種を作る。生姜の皮はついたままで OK ですが茶色くなっているところ土が溜まっているところはこのようにスプーンで軽く皮を剥きます。そして皮ごとすりおろします。すりおろしの量は適量ですが、私は多めがおすすめです。ボウルに入れます。
肉団子種をこねて作る。生姜のボウルに塩小さじ4分の1を加えます。鶏ももひき肉 200g も加えてよくこねます。臭み消しに日本酒大さじ2分の1も加えてこねました。この時よく練り団子を作ると煮崩れしにくい団子になりますので、粘りが出るまでしっかりこねましょう。冬瓜を下茹でする。塩磨きした冬瓜を洗わずにそのまま塩がついたまま沸騰したお湯で茹でます。今回ぐらいの大きさだと熱湯に入れて約8分茹でます。後から煮込んだ時に煮崩れしないように茹ですぎには気をつけましょう。沸騰してもコトコト煮込まないので火は中火にし、軽く沸騰したままにしてください。約8分後がこちらです。一つ竹串で刺して硬さをチェックしてみます。竹串で刺した時スッと入る柔らかさになっていれば大丈夫です。氷水にとります。茹で上がったらすぐに冷やすことでグリーンが残ります。急速に冬瓜を冷やす。味噌汁用の角を切った冬瓜も氷水にさらしてください。これでひとまず冬瓜の下ごしらえが完成です。中までしっかり冷えるようこのまましばらく冷やしておきます。ご覧の通りグリーンが色鮮やかに残っています。しっかり冷えたところで冬瓜の冷凍保存をお伝えします。冬瓜って大体一つが大きいので一度に下処理してすぐに使わない分は冷凍保存がおすすめです。空気抜きできる保存袋に入れます。この時水分をきっちり拭き取らなくて大丈夫です。均一に素早く凍るように平らに並べます。袋の口を閉めます。そして閉めた端っこから箸を差し込みます。そして水の中に沈めると袋の中の空気が上に押し上げられ空気を抜くことができます。箸を抜き取り袋の口をしっかり閉めます。これで空気抜きができました。冷凍庫へ入れて急速冷凍する。冷凍したものがこちらです。3ヶ月経っていますが色もこのように綺麗に残っています。使うときは流水解凍し、半解凍したとこで食べやすい大きさに切って凍ったまま沸騰した煮汁へ入れてください。下処理済みの冷凍ならすぐに使えてとっても便利、おすすめです。それでは本題に戻って冬瓜と鶏団子の煮物作ってみましょう。まずは煮汁を鍋に入れ沸かし、鶏団子を煮る。だし汁 500ml を鍋に加えました。こちらはカツオと昆布のだしを使いましたが、ないときは 500ml の水に白だし大さじ2を加えて代用できます。そこへ塩小さじ1を加えます。酒大さじ2分の1も加えます。だし汁を沸かします。だし汁が沸騰したところで鶏団子を丸めて加えます。だし汁が沸騰する前に加えると鶏団子が崩れやすくなるので必ず沸騰してから加えるようにしてください。まん丸いコロンとした鶏団子を作るには冬瓜を入れてからだといびつな形になってしまうので先に肉団子だけ煮ます。煮汁の中に鶏団子の旨味が染み出てきますよ。蓋をして鶏団子を5分煮ます。5分間煮てる間に冬瓜をカットして準備する。冬瓜の可食部 600g を用意しました。食べやすい大きさに揃えてカットします。大きさを揃えることで煮込み具合も揃うことができます。鶏団子を煮て5分経ちました。5分後がこちらです。鶏肉の表面が熱でしっかり固まりもう煮崩れしなくなりました。そこで鶏団子を一旦取り出します。鶏の旨味が染み出ただし汁で今度は冬瓜を煮ていきます。冬瓜自体は特別主張する味はないのでだし汁と鶏の旨味をここでしっかり吸わせましょう。少ない煮汁で味が染み込むように落とし蓋をします。今回はクッキングシートを使って鍋の大きさにぴったり合うように落とし蓋を作って乗せました。落とし蓋をすることで煮汁の蒸発を防ぎ対流で味がよく染み込みます。煮崩れも防いでくれます。蓋をして弱火で10分煮ます。10分後がこちらです。蓋を開けて見てみましょう。落とし蓋も外します。ここへ先ほどの
鶏団子を戻します。もう一度落とし蓋をして、ここから約5分煮込みます。5分後がこちらです。冬瓜にもしっかり味が染みている頃です。具材を盛り付けます。最後は翡翠色にさらに輝かせるもう一手間魔法をかけます。残った煮汁を沸かします。そこへ水溶き片栗粉を入れて、うっすらとろみをつけます。水溶き片栗粉の目安としては、片栗粉小さじ2に水大さじ 1.5 で溶いたものを加えます。様子を見ながら足りなければ加えて、とろーりと仕上がるように微調整します。とろみがついてからすぐに火を止めると、冷めてから緩くなるので、ちょうどいいとろみになってから約1分加熱しました。先ほど盛り付けた冬瓜にかけます。淡い緑の翡翠色がピカピカに輝きます。最後に香りの三つ葉を添えて出来上がりです。今回は温かい冬瓜の煮物にしましたが、初夏や夏には煮汁ごと冷やして冷たくして食べるのもおすすめです。夏に収穫して冬まで持つ冬瓜、さらに冷凍保存を活用すれば長い季節楽しめるので、温かくしても冷たくしても美味しく召し上がれます。両端を切り取ったものは味噌汁がおすすめです。夏だったら茄子と油揚げがおすすめ。冬瓜は茄子との相性もバッチリ。こちらで色よく作るポイントもお伝えしていますので、ぜひどうぞ。概要欄に載せています。それでは私の試食の感想どうぞ。テイスティング、冬瓜と鶏団子の煮物試食してみたいと思います。冬瓜のグリーンが鮮やかで綺麗でしょ。まずは冬瓜の方です。はい、箸でも、ね、ほどりと取れるぐらい柔らかくなってます。ではの旨味を吸って、シンプルな味の冬瓜がとっても美味しくなってます。うん、これはほっこり優しい味ですね。はい、鶏団子もしようかな。冬瓜と鶏団子の出汁が効いてる、このとろっとした汁が、これまたごちそうですね。鶏団子はシンプル、酒と生姜だけですが、が効いててとても美味しいのと食べ応えがありますね。冬瓜と鶏団子の煮物お試しください。ありがとうございました。次は私の笑える失敗、冬瓜と夕顔間違えました。ずいぶん前に出したこちらの動画、夕顔を調理しながら冬瓜って言っちゃってます。視聴者様からご指摘いただきました。田舎あるあるで、子どもの頃から冬瓜は買ってくるものではなくて、田舎のおばあちゃんやご近所さんからお裾分けしてもらうもの。こちらが夕顔なんですが、冬瓜と言われて子供の頃から食べていたので、何の疑いもなくこれが冬瓜だと思ってました。冬瓜と夕顔はどちらもウリ科の植物、見た目もよく似ています。私みたいに違うものだと知らなかったって方もいるので、違いを調べてみました。冬瓜の旬は夏、6月から8月が収穫期です。切らずにそのままだと冬まで保存できるから冬瓜と呼ばれるそうです。夕顔は冬瓜と同じくウリ科ですが、主にかんぴょうの材料として使用されることが多いです。どちらもずんぐりとした円筒状の形をしています。夏の夕方に白い花を咲かせるから夕顔と呼ばれるそうです。どちらも青臭みが少なく、淡白であっさりした味が特徴です。下処理も同じ方法で大丈夫。どちらも水分量が多く低カロリーな野菜です。そして食物繊維を多く含み、腸内環境を整えてくれるのにも役立ちます。以上、大まかなところはこんな感じです。よろしかったらこちらも合わせてご覧ください。今日の8つのおさらい。1、冬瓜の綿を取り皮を剥く。2、皮側に隠し包丁を入れて塩磨きする。3、熱湯に入れ8分下茹でして冷水にとる。4、冷凍保存するときは空気を抜き平らにして冷凍。5、煮汁を温め鶏団子を5分煮て取り出す。6、煮汁に冬瓜を入れて10分煮てから団子を戻し
さらに5分煮る。7、盛り付けたら煮汁に水溶き片栗粉を加え、とろみをつけかける。8、温めても冷やしてもどちらも美味しいのでおすすめです。今日も動画のご視聴、最後までありがとうございました。あなたのいいねやコメントが動画を作る励みになります。よろしくお願いします。このチャンネルでは野菜、果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜、果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時、エッセンスで全員集合ということで、毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。